はい、どうもです。ゆかさん、なみです。今日は綺麗な背中編の、はい、まあ、パート2ですね。はい、前回はちょっとストレッチ中心にさせてもらったんですけど、はい、少しストレッチプラスちょっとトレーニングでも入れていかないと、やっぱりストレッチで動くようになった、はい、綺麗な骨格になっただけだとやっぱそれは定着しないんです。はい、ちょっとそれを支えてくれる筋肉も鍛えます、はい、という形で今日はエクササイズを紹介していきたいなと思いますので、はい、早速やっていきましょう。で、まあ、前回ねこの形から体を開くストレッチやりましたけど、まあ、それにプラスアルファ下半身のねストレッチも加えていきながらやっていきたいと思います。まず下の足を曲げてもらって上の手で見てください。まあ、こう下から持てるんですね。でこの状態から体をギュッと、まあ、この時にちょっと難しいかもしれないですけど、腕はこう引っ張ってください。でも、足は蹴ってください。膝を伸ばそうと蹴ってもらって、でもそれに負けないように引っ張る。そしたら、ここは漏れずに伸びてください。はい、伸びてます。これ伸びるの感じない人はちょっと待ってみて、伸びるまで頑張ってください。で、頑張りながら、で、体をぎゅーっと開いてもらって、本当にしっかり胸を開く。で、昨日の動画にもありましたけど、しっかり胸に息を吸い込んで、で、ふーっと吐く。まあ、理想は肩の力を入れないという肩が今から作るというのが、またこれも4、5回呼吸をしたら1回元に戻ってもらって、なんかもしこれが腰に行きますみたいな、もしそういうことがあった場合は腹筋の力が抜けている可能性があるので、まあ息吸った時にお腹にもしっかり息を入れてもらって、ある程度腹筋部分の安定性というのが、腹筋部分の安定性って言われても意味わかりませんという場合はそのコメントです。 OK です。1つ目はちょっとストレッチの要素が強いですけど、では2種目目いきたいと思います。はい、壁にもたれちゃいましょう。であぐらかいてください。そしたら手を開いてもらって肘を壁につけます。でそこから息をふーっと吐きながら手を上げていきましょう。そうですね、なるべく肘が鏡から離れないように、で、まあ、できたらまた戻していくと、でまた上げていきます。上げていくときにここのね腰が反らないように、腰反らないようにするためにもですね、息をふーっと吐き切ってもらって、吐きながら上げていくと腰は反りにくくなるので、そういう感じでやってみてください。いけるところまでぐーっと手をバンザイしていきます。肘が離れないように。はい、 OK です。どうですか。結構背中が熱くなってきます。そう、結構ね背中が熱くなるんで、はい、まあ、これをまあ10回ぐらいやってもらえると、はい、ああ結構背中効いたなっていう、姿勢をね安定させる筋肉になるんで、はい、これが2種目目となりますので、はい、最後もう1種目やっていきましょう。はい、では最後3種目目ですね。四つ這いになってもらって、でまあ、肩の真下に、ね、もうちょっと下ろすね。で、まあ、骨盤の真下に膝が来るような形でとポジションを作ってもらって、じゃあまずは背中を丸めていく。息を吐きながらですね、ふーっと吐きながら腹筋背中を丸めてもらって、地面をしっかり押してください。で、腹筋感じます？感じます。はい、腹筋を感じれたら今度は逆に反っていくという動きですね。で首が強くなりすぎないように、この背中の肩甲骨の間でですね、ここはしっかり反るように、でこの辺に収縮感じます。はい、はいはい、そしたらまた息を吐きながら、まあ、で昔坂部さんとの動画でも紹介したエクササイズなんですけど、すごくいいエクササイズなんでやってみてください。で背中を丸めて、で今度は反っていく。ここですね、こう遠くに伸ばすような感じで、で、まあ、黒目だけで入れてみてもらえるとより動きが出るかな。丸めるときはしっかり地面を押して腹筋を感じて、息をしっかり吐き切る、まあ、吐き切ることで肋骨が締まりますから、くびれもできやすくなりますね、という感じですね。これも10回ぐらい実際は動かせるんじゃないかなと思います。と、はい、いう感じで2日間になってね、はい、綺麗な背中作り編、はい、肩こりを解消するよっていう、はい、まあ、週に2回、まあ、少なくても1回、そうですね、やってほしいですね、はい、すごい楽になりました。やっぱり意味あるんだろうって言いましたけど、やっぱこれだけ本当に15分ぐらいですよ、はい、15分ぐらいやるだけでも全然体の
軽さが変わってくるし、はい、すごい胸も張れるようになってくるので、はい、ここのほんとちょっとの印象で全然あ今日の私いけてるかも今日私も売れてる気持ちが前向きになりますね、なりますね、はい、っていう感じになるんで、はい、ぜひやってもらいたいなと思います。で、わからないこととかねうまく聞かないなっていう場合はですね、ぜひコメントの方にコメントいただければお答えしたいなと思いますのでやってもらえると嬉しいです。最後まで見ていただいて今日はありがとうございました。